どうも皆さんこんにちは、福井の映像屋さんの木野です。本日はフォトショップを使ってグラスのような透明の素材なものを自然に簡単に違う背景に合成させる方法をご紹介させていただきたいと思います。ちなみにこのチャンネルではフォトショップをはじめウェブ制作や動画制作に関する様々な情報を発信しています。クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回はこちらの写真に、この写真のスパークリングワインが入ったグラスを切り抜いて合成していきたいと思います。ではグラスのレイヤーを選択した状態で被写体を選択をクリックしましょう。はい、結構綺麗に範囲選択することができましたが、一部うまく選択できてない部分があるので、左側のメニューからクイック選択ツールを選んで選択できてなかった範囲を追加選択しましょう。次に画面右下にあるレイヤーマスクのアイコンをクリックします。はい、選択範囲のみが切り抜かれて背景上にグラスが表示されました。このままだと本来グラスは透明であるにもかかわらず、切り抜き前の写真の白い背景がグラスを通して見える状態になってしまっていますので、グラスを透過させる加工を行っていきましょう。まずはグラスのレイヤーを選択した状態でコマンド J のショートカットでレイヤーを複製します。上にある方のレイヤーは一旦非表示にしておきましょう。では表示されている方のグラスのレイヤーを選択し、レイヤーの種類を上3に変更します。上3は白以外の色の情報を背景に重ねることができるので、暗い影とか縁とか、あと色のある部分を合成する際に使うことが多いです。次にコマンド U のショートカットで色相サイドの編集画面を表示します。サイドを上げていって中身の飲み物が認識しやすい状態に調整しましょう。次にコマンド L のショートカットでレベル補正の画面を表示します。一番左のつまみを右に動かしていくことでレイヤーが暗くなって上3がよりはっきりしていきますので、グラスの形がしっかりわかるまで調整していきましょう。はい、これでこのレイヤーの調整は完了なのですが、このままだと完全に透明で違和感があるので最後に一手間加えていきます。先ほど一度非表示にしていた一番上のレイヤーを表示状態に戻しましょう。そしてレイヤーの種類をスクリーンに変更します。スクリーンは上3の逆で白い部分、明るい情報を重ねるイメージになります。不透明度は 40% 程度まで落としましょう。はい、グラスに程よく光の反射の明るさや不透明感も加わり、これで無事飲み物が入ったグラスの別の背景への合成は完了です。今回はかなりシンプルめな方法のご紹介となりましたが、グラスと背景の明るさのバランスを調整したり影をつけたりすることでより自然になじませていくこともできますので、ぜひチャレンジしてみてください。皆様、実際に合成してみることはできましたか？このチャンネルではフォトショップをはじめウェブ制作や動画制作に関する様々な情報を発信しています。もし分かりづらい点などがありましたらコメントをいただけますと幸いです。またチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。